ました。幻の屋台作り、どこが幻かわかりませんが、それではまず屋台の材料の説明からどうぞ。はい、どうもー。これはヒノキの60角といいまして、2メーターで6センチですね。12,800 円ですかね、これだけで。このヒノキの 7.5 センチですね、の2メーターが約2,4,6,8,10,25枚で、これ12枚、これ1束で1000円ぐらいです。だから1枚90円ぐらいが2束。そしてこの屋根に使う大きいやつですね、10センチですね、これも同じよう、これは10枚ですけど、10枚で1000円で1枚100円ぐらいです。そしてこちらがですね、磨いてない材料ですね。まあちょっと画像でわからないと思うんですけど、そらもうあれですよ、ダメなんですよ。それではね、隣に移ってね、もうすぐ加工していきたいと思います。それではその動画へどうぞ。はい、作業に入る前に忘れてました。これね、土台になるタイヤですね。どうやって作ったかという説明していきます。まずこれ、普通にホームセンターで売ってる、1000円ぐらいで売ってる一輪車のタイヤでございます。で、これが今ここに2個ありますよね。で、ついてますよね、2個。ということはどういうことかというと、もう1台ここに200キロ以上負担がかかります。で、この中で作業を僕がすると思うんで、約300キロ、ボルトをちょっとコンパルで細工してですね、今蓋してます。これが逆さまですね、逆になります。で、本来どうなるかというと、本来はこうなります。こうなって、まあこれ立ってるとしましょう。これ立ったらこうやって、はい、いらっしゃいってこういう感じでやるんですよ。間は一応穴はない、ビビるしかないから、ごめんねって、熱か自分で入れろって、おう、おやつさん、おでんって、おでん自分で取らんかい、こういう感じでございます。はい、それでは作業入っていきたいと思います。これ買ってきた素材なんですけど、ここ小口って言います、大工さんは。まあ塗装屋さんとかも言いますけどね、その小口がまっすぐである可能性は少ないんですよ。なので両サイドをまっすぐにするために切りたいと思います。で、今もう置いてる段階で、もうこの木は曲がってることは分かってます。で、曲がってるんで、柱には使わず、床のね、ごまかせれる曲がってる方向があるので、で、その方向でごまかしてまっすぐに見せたいと思います。そういうのは考えております。でも考えてもいつも反対を使ってしまうって言って、考えた挙句それですから、もうどうしようもありません。ということで切りたいと思います。そして一回角を、小口をまっすぐにできたら、今度寸法を決めます。で、2メーターで1995、5ミリ両サイドで5ミリ落としてます。それで、この仕事はそこまでこだわってませんけど、まず大工の見習いでよく怒られるのが、鉛筆の芯が尖ってない。それはなぜかというと、鉛筆の芯の右側を切るか左側を切るかっていう職人さんの癖があります。そっち側で寸法を取ってるんで、反対側を切ると鉛筆の芯分だけ、短くなっちゃいますとか長くなっちゃいます。ごまかせる仕事だったらいいんですけど、今はもうあんまり和室やらなくなりましたが、和室だったらもうその材料は使えません、短くなった分は。そしたら弁償させられました、昔は。本当にで、6000円しか給料ないのに、柱が何万円ってして赤字になります。それぐらい難しいんで、鉛筆の芯はちゃんとまっすぐにとんがってないと、不自由します。仕事は人によって癖があるんで、そういうのも教えてくれないんで難しいです、なかなかね。ということで次の動画へどうぞ。はい、どうもー、絶好調に魂でございます。やばい、今ね、まず土台になる部分、これアリって言いまして、加工するんですよ。そしたら抜けなくなるっていうね、オスとメスを作ってですね、またちょっと路線がオスとメスっていうの、変なことになりますが、で、どういう風になるかと言いますと、こういう風に入るわけですね。で、木も反っちゃってるんで、これは下は下からもうビスを揉んで固定したいと思ってます。そして柱入れるところのオスとメスですね、こちらも同じように加工してます。で、これをこうすると、まあ入ると、入れてる最中に折れちゃいました。
もう別々のものになっちゃいましたね。また失敗。この失敗はでも僕のせいじゃなくて木のせいです。木のせいじゃないよ。木のせい。はいどうも、僕から戻ってきました。いや大学に楽しいですね。最高に楽しいです。さっき加工してたじゃないですか。あれを刻みとかいろいろ言う、いろんな言い方あるんですよね。大工さんの昔の言い方ですね。ありとか次手のつなぎ方とかなんとかつなぎとかね、たくさんあります。でね、ちょっと今日はね、最後、大工さんのお話をしたいなと思うんですけど、昔はですね、本当に教えてもらえなかったんですよ。作業、そのやり方ですね。掃き掃除とか、ばっかりやったりとか、カンナ削ったりとか、のみ、研いだりとかですね、そういうのをずっとやっとけとか言われるような時代も長くありました。なので、仕事ができるまでに、もう2年、3年っていうのを平気でかかっちゃうんですよ。年功序列時代だったので、一番偉い人、大工さんの偉い人、棟梁って言うんですけど、そういう人が、指示されたことをやるっていうのが弟子ですね。当分だから上で仕事できないと、そういう期間が長かったんですが、今はなんとね、本当に YouTube で宮大工の仕事までが上げられてるんですよ。その刻み仕事っていうのを、それは実際にやると、その一個の作業は本当に難しくないんですよ。ただ一番肝心なのが1ミリ以下ですね。なんて呼ぶのか知らないの、僕は知らないんですけど、髪の毛1本の隙間が大切だっていう仕事なんですよ。大工さんっていう仕事は、ああいう刻み仕事は、それがもう長かったら入らないですし、短かったら隙間が見えてしまうと、そのぴったりを刻む仕事が非常に繊細です。で、木なんでね、あんまり強く叩くと割れちゃうし、割れたらもう化粧物なんてもう代わりになる気がないんですよ。なので、そういう1ミリ単位の仕事が面白い人にとっては、もう夢中になって、ご飯も食べるのもね、僕も今もう10時ぐらいですけど、いつも夕方食べるんですけど、もう盛り上がっちゃって、もうご飯どころじゃないと、もう夢中になってやったらもうこんな時間になっちゃいました。で、今頃腹減ってきたというね、そういう状態なんですが、なのでね、もしも興味持っておられるんでしたら、僕なんて本当にそんな器用じゃないですし、そういう細かい仕事なんて大工以外だったらむちゃ嫌いですよ。手先ももう手もごついんでつまめないんですよ。でもね、やってたらね、むちゃくちゃ面白いんですよね。で、すぐ失敗するでしょ、いつものように。で、クソーと思ってやり直すんですよ。そのうちうまくなるんですよね、やっぱりやってると、ある程度までは。それ以上は僕あんまり求めてないんで、なんか神のレベルだっていう、大統領みたいな、大統領ってアメリカの大統領じゃないんですよ。統領の大きい人、大統領って言ったりするんで、そんなのは僕ちょっと向いてないんで、あっちもしたりこっちもしたり、あの仕事したりこの仕事したりってね、毎日日替わりでやるのが好きな人なんで、ということなんで、ぜひね、皆さん見ておられる方、よかったら一度ホームセンターに行ってね、勉強してみてはどうでしょうか。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。いつもご視聴ありがとうございます。それではまた、バイバーイ。はい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 、そこ実は明日、朝一番なんか、なんとかバスに乗って大阪帰ります。お寿司食べたいなと思ってますんで、ぜひご一緒にどうですか。Can you tell me where you